グッパーティッドコンピュータのハードディスクのパーティションとは、ハードディスクの記憶領域を論理的に分割すること、あるいは分割された個々の領域を指す。パーティションを作成することを、パーティショニングとも言う。ディスクパーティショニングは、基本的な技術であり、論理ボリュームマネージャーに発展したと見ることもできる。パーティショニングは、一つのハードディスク上に、複数のファイルシステムを持つことを可能にする。 パーティションを作成する目的として以下のことが挙げられる。まず、基本的な3点としてはというものである。その後、PC 系ユニックスよび Windows 系の発展や、PC におけるブートローダーツールなどの開発により、いくつかのポイントが追加されている。などである。ユニックスの場合、論理ボリュームマネージャーを使用した仮想パーティションと、実際に物理ディスクを区切る。 一般的なパーティションがある。物理パーティション、まずディスクの一般パーティション管理情報はディスクの先頭領域にブトック情報として記載される。この情報は SVR4K においてはプットブトックコマンドにて第2パーティションを示すスペシャルファイル名指定で表示することが可能。またフムとハートコマンドにてこの情報を取り込むことも可能である。この情報は パーティション番号とスタートシリンダ番号とエンドシリンダ番号、書き込み読み込みモードといった情報が記録されており、直接ディスクのハードウェア構成に依存する情報となっている。ユニックス系のパーティション管理はディスクの価格が高く、容量の限られた時代の管理方式を色濃く残しており、1ディスクに7パーティションだけ作成できるものであった。一般にパーティション設定は、 以下のようなものが多い。という設定が行われる。ユニックスの場合、PC および PC 上のユニックス KOS と異なり、IPL がルート配下などに置かれるビミニックスカーネルをロードし、メモリに展開する。PC における Linux などのユニックス KOS での一般的なパーティション分割も UNIX の実装に近い設定をすることが多い。特に以下の配置において、 その名残を色濃く残している。仮想パーティション論理ボリュームマネージャーを使用した場合、一つのボリュームグループに物理ディスクを登録し、論理ボリュームという仮想パーティションを定義することができる。また、この仮想パーティションは動的に拡張、縮退が可能であり、運用上システムの停止をすることなく対応することができる。Windows での一般的なパーティション構成は、 一つのパーティション、いわゆる C ドライブである。そこに OS もプログラムもデータも全て格納する。しかし、パーティションを複数用意して OS 用の一つのパーティション以外をアプリケーション等に割り当てることが望ましい。可能ならばページングファイルのための別個のパーティションを用意して、これを OS とは異なるディスクドライブに置くべきである。OS を C ドライブ以外に置くようなパーティション構成も不可能ではなく、トロイの木馬が固定のパス名でファイルアクセスしようとする場合に有効な場合もある。Windows 2000や Windows XP の Windows NTKOS では論理ディスクマネージャーを用いて NTFS 上の任意のフォルダに別のパーティションをマウントすることができる。例えばユーザーのホームディレクトリである MyDocuments フォルダに 別のパーティションをマウントしたりすることができる。基本パーティション及び論理パーティションはファイルシステムを持つことができる。通常はファイルシステムを作成しない限り、そのパーティションを利用することができない。ソラリスを除くユニックス系の場合、論理ボリュームマネージャーを使用するのが一般的である。インストール時にルートバグを定義し、その中に論理ボリュームを定義してマウントする。 論理ボリュームマネージャーを使用しない場合、フォーマット系コマンドにて、フォーマット後にパーティションを定義し、それぞれのマウントポイントを設定する。Windows 2000、Windows XP では、パーティションの作成と同時にファイルシステムを作成することが可能であるが、Windows QXK や Linux では、パーティション作成後に別途ファイルシステムを作成する必要性がある。なお、渦での色分けは赤。 マスターブートレコード、水色、基本パーティション、大々、拡張パーティション、緑、論理パーティション、黒、ハードディスク全体である。また、パーティション内に振られている数字は、Linux でのデバイス番号である。ありがとうございます。